い、熊チームです。はい、ここは熊チーム。はい、ここは熊チーム。植える前の説明です。植える前の説明。植える前の説明です。皆さんに説明です。向こうの黒い、あの濃い人ね。ちょっと横の、その後ろ。ね、2、3、4、うん。それで、あとこっちの方が長くないでよ。説明。なんでか言うたら、説明。あれは問題ない。あれ、うん。あの人、あの人がおらんとな、もう、わからん。誰でしか取って植えたら、まあ、後が止まる。あんたちゃんと見てから。1、2、3やろ。3、4、5。5人でも見つかるわ。いや、カフタやろ。カイトやろ。エイトやろ。ちょっと宮城さん。で、高子さん。ここにいるの。それとですね、あの土手、もう泥が回ってて滑りやすいので、あの上がるときはゆっくり、あのちっちゃいお子さんは滑ってズドンって入ってしまうので、それだけ気をつけてください。じゃあ今日頑張ってください。向こうの説明がちょっと聞こえづらかったと思うので、またそのズルの田んぼの方で職員から説明がありますし、あと地元の、方々も田んぼに入っていただいてますので、分からないことがあったらどんどん聞いてください。はい、開始しました。はい、ここは熊さん、熊グループ田植え場所です。熊さんチーム。はい、熊さんチーム。わー、みんなでさはいはい、子供も初めての田植えでしょうかね。おいしゃおいしゃ、ぬかむぞ。あら、いい。まだまだ前はね、ここでいいわ。一緒に。植えてよ。赤いところよ。はい、八重の村田植え祭り田植えです。北付遺跡八重の村の田植えです。食べ開始。うちを。ありがとうございます。甘いね。はい。どうぞ、この辺。
あ、ひもの後ろか、後ろかは、あ、赤いあれの後ろかは、あ、後ろ、うん、少し公開しておきたい。いいですか。いいよ、から1本だけ上に斜め前からこっちから移すと言ってあげる。はい、下がります。はい、見えてます。反対側でいい、反対側に入れて。ごめんなさい。弥生田植え祭りです。ああ、もち米に赤米に粗大米、いろいろ赤米、古代米、もち米、いろいろあるそうです。はい、紐が下がります。バックしてます。植えながらバックしてます。下がりながら植えてます。下がりながら植えてます。ないです。ないです。これないです。Thank you.
あ、行った行った。こんなの早い。今日は、板付の伊勢崎伊勢崎の弥生に食べ祭り、弥生に食べ祭りです。今日はあいにくの雨です。あー、雨雨雨ABC 予想です。ああ参加してる見えんけど参加してる。向こうの真ん中、向こうのタワー、田んぼは、あ、ほぼ終わりです。あ、ほぼ終わりですね。手前がまだ3分の2、3分の1ほど残ってます。頑張った頑張った頑張ったね。頑張り、あ、頑張った頑張った。あ、砂利上げね、足が痛いね。頑張ったね。頑張ったね。痛い？子供なのに。はい、こちらもほぼ終わりです。はい、前方は完成のようです。